高宮幸雄は、北海道出身の実業家、予備校経営者、代々木ゼミナールの創業者として知られる。北海道滝川市に生まれる。聖火は、宇多き山の神社で、高宮家は、出雲の新館の系緯である。1938年に、国学院大学新東学部を卒業し、太平洋戦争中は、札幌府表第25連隊で、連隊騎手を務めた。 1943年に東京都内でキャバレー、シチやパチンコやチェーンなどを経営していた増田商シの社長、増田亀吉の娘と結婚する。岐阜に見込まれて経営に携わり1953年に開設した予備校、富士学院で会計を担当したが岐阜と離反して学院の支配権を掌握する。1959年に 学校法人高宮学園を設立し、1961年に、代々木ゼミナールへ改称して、理事長に就く。富士学院に隣接する1937年創立の、老舗予備校、代々木学院の生徒を吸収する意図で、予備校名は、代々木ゼミナールとした。ダミー会社、サンハト社を利用した、税金対策やダミー法人、学校法人、あずと盲学園を利用した、 強行開港など強引な手法で日本全国に事業を展開。戦略は予備校後発組みながら大胆で地方進出時には絶対に地元の一等地に校舎を作るという方針を建て相場の倍の価格を出してでも土地を購入したり老人生に潤いを与えたいと考えて受付にミスコン出身者を並べたりと武勇伝にはことか,かず時に過激すぎるとの批判も受けた。 1998年に法人所得12億円の申告漏れが発覚して、加算税を含めて3億5000万円の追徴金を課された際には、予備校が儲からなくなれば、さっさと転業して、結婚式場でもホテルでも始めると語ったように、豪欲な経営者として知られるが、1982年母校の国学院大学創設100周年で故郷の滝川市に、 国学院女子短期大学が開学する際は資材を、当時、費用の多くを負担した。また、1987年7月から1993年にかけては、国学院大学院とも会の第10代会長を務めている。2009年6月30日に、千代田区の病院で心不全により92歳で死去した。高宮学園元副理事長。 元日本入試センター社長の竹村康明は、実定である。ありがとうございます。